今回のクローズアップ宮崎、テーマはこちらです。今回は小林ぶらり旅と題してお送りします。まだあまり知られていないディープな小林の魅力を存分に紹介しますよ、ね、そして今回は素敵な女性にアテンドしてもらったんですよね。そうなんです。素敵な楽しい一日を送ることができました。では参りましょう。小林ぶらり旅。小林市役所にやってきました。今日はですね、とっても素敵な女性の方にご案内をいただけるということで楽しみです。早速素敵な女性をリサーチ。可愛らしい衣装も素敵ですね。中島さんが今日ご案内していただける素敵な女性ですか？私って言いたいんですが、それは違います。多分地方創生課の富山さんだと思います。あ、カメラさん、あの方じゃないですか？もうマスクの上からも美しさが際立ってますね。お仕事中すみません、あなたが富山さんですか？はい、そうです。私が富山玲奈です。今日はどうぞよろしくお願いします。富山さんは ANA でヨーロッパなどの国際線や国内線で客室乗務員を務めていました。去年から小林市に出向しています。富山さんは小林でどんな業務を行っているんですか？はい、シティセールスプロモーターとして観光、地場産品の魅力の再発掘、発信などに取り組んでいます。その一環として手掛けたのがこの小林神話ロードです。小林神話ロードはコロナ禍で落ち込んだ小林市を元気にしようと市の補助金を活用して作成。新たな観光スポット、地元ならではの料理が紹介されています。早速小林神話ロードのおすすめスポットをご案内いただきました。最初に訪れたのが霧島峰神社です。この神社は二荷の御事をはじめとする日向三代とその妻の無柱の神を祀っています。食日本儀にも記載があるほど歴史のある神社なんですよ。そうなんですね。およそ160個の風鈴を吊り下げた風鈴回廊を通り抜け本殿へ向かいます。風情があっていいですね。富山さん、霧島峰神社は全国的にも珍しい神社だと伺ったんですが。そうなんです。ひなもり神社と霧島峰神社の2つが共存する神社です。ですから御朱印帳も2社分いただけるんです。縁結びの神様として知られています。本殿奥の柱をご覧ください。今にも動き出しそうな立派な竜ですね。これは雲竜巻柱といって、右は口を開いた阿行、左側は口を閉じた雲行となっています。知る人ぞ知る縁結びのパワースポットとして、特に女性の参拝客が数多くお参りされています。こちらで大人気なのが縁結びお守りです。このお守り可愛らしいですね。好きな人にお渡しすると両思いになれるというお守りなんです。そうなんですか？清水さん、誰に渡しますか？内緒です。ぜひ皆さんもお出かけください。実は、はい、あのお守りを作った方がこちらにいらっしゃるんです。お、馬がいますよ。お、こちらは牧場ですか？こんにちは。こんにちは。どうも。あ、すごい大歓迎。ちょっと待って。大きい。なんで馬がいるんですか？さあ、なんででしょう。ペットです。ペット？はい。うちの兄がずっと馬を観光で扱う仕事してたので、それで可愛いよってことだったので。それじゃ買ってみようかってことで。人参など餌を与えることもでき、自由に馬と触れ合うことができます。どうぞ。ありがとうございます。はい、いや、富山さん、こちらはゆったりくつろげるカフェだったんですね。清水さん、他にも秘密があるんですよ。いや、カフェも併設してるんですが、実は陶芸家なんですよ。えー、実はこちら
カフェとギャラリーを併設した南九州唯一の磁器専門工房鷹山窯です。鷹山さんは今注目を集める新進気鋭の若手陶芸家、近年では画家の児玉峰子さんと青い水というユニットを結成し、絵本のファンタジックな世界を描いた画期的な作品にも挑戦しています。こちらの鷹山窯では何か特徴があると伺ったんですが、はい、うちはですね、日本で3カ所しか取れない磁器っていう石を使った焼き物を作ってます。はい、はい、熊本の天草で取れた石を佐賀の有田に送って、でそこで砕いて砕いて粘土に加工していただいて送り返してもらうという。今2つグラスを持っていると思うんですけど、はい、それを2つ合わせてみてください。わかりました。いきますよ。なんか響く金属音みたいな。そうですね、これは磁器って言って、はい、石からできているので、こういう焼くと金属音になって頑丈になるんですよ。ちょっと落としたぐらいじゃ割れないです。そうなんですね。はい、こちらでできるのが絵付け体験。カップやお皿などを自由に選んで、世界に一つしかない器が作れます。うまきましたよ。おすごい。初の絵付け体験終了しました。最高です。本当ですか。またね、焼き上がると色がカラフルになって綺麗になるので楽しみにしててください。ありがとうございます。はい、お馬さんとも遊べますし、ゆっくり過ごせますし、素敵な空間ですよね。ありがとうございます。どなたでも利用できる場所なんですか。はい、コーヒーだけ頼んでもらえればこういった感じで持ち込みをして、お弁当とかケーキとかも食べることができます。絵本なんかもあるので、もう自由にのんびり過ごしてもらえる場所として使ってもらえればいいなと思ってやってます。ということで、小林の美味しいものをドーンと用意しました。テレビ初登場、リムの柑橘パフェとアメリカンチェリーのパフェです。完全予約制で知る人ぞ知る人気のスイーツ屋さんです。特徴は見た目の可愛さとフルーツをふんだんに使っているところです。ヨーグルトのムースや生クリーム、焼き菓子までもどれも本当に美味しいです。美味しい。結構柑橘類が酸っぱいかなと思ったんですけど、このクリームの甘さが全然それを感じさせないですね。もうスプーン入れるたびに味が変わって楽しいです。こちらはプチパリのふわふわシフォンケーキお茶マーブルです。小林氏好きで、とにかく手作りにこだわるお菓子屋さんです。新茶が取れる今の時期おすすめなのがこちらのお茶マーブルです。お茶の香ばしい香りと甘いシフォンケーキが絶妙にマッチして美味しいんですよ。こちらは牛心のサーロインステーキ重です。牛心は宮崎県産和牛 A4 等級以上を一頭買いしており、特徴である赤身の美味しさはサシと赤身のバランスが非常にいいお肉を使っているそうです。いただきます。美味しい。お弁当じゃなくてこうお店で焼いた直後に食べてるかのようなジューシー感です。皆さんも小林神話ロードを片手に、とっておきの小林を旅してみませんか。こちらが絵付け体験の完成品です。広瀬さん、いかがですか。いいですね。ひーくん、むーちゃん、かーくんの色が本当に鮮やかで質感もいいですよね。焼く前と焼く後でこう色合いが変わるのも楽しみの一つかなと思いますし、いろんな色も選べて、お皿も種類がたくさんあるので、皆さんそれぞれの楽しみ方ができるんじゃないかなと思います。楽しそうですね。はい、そして今回は富山さんの案内で小林の自然豊かなところをたくさん満喫できましたね。そうですね、皆さんおっしゃるのは小林は水が美味しいので食材も豊かですし、神社もこう風情があって癒されるんですよね。一日小林で満喫できると思います。ぜひ皆さんも足をお運びください。以上、クローズアップ宮崎でした。